俳優の地井武雄さんが本日29日の朝に亡くなられました。以前から心臓の具合が悪かったみたいで治療に専念してたそうなんですけど、残念ながら帰らぬ人となってしまいました。心よりご冥福をお祈りいたします。地井さんのことは番組の和風総本家でいつも見ていました。若い男性アナウンサーとの絡みが面白くて、地井さんが出題された問題に答えるんですけど、その男性アナウンサーが生意気といいますか上から目線で地井さんのことを攻撃するんですけど、そして地井さんもそれに応戦するんですけど、結局地井さんの方が折れて負けちゃう様子がとっても面白かったのを覚えてます。それがもう見れないと思うと残念で仕方ないです。今 YouTube で地井武雄さんが出てる動画を見てるんですけど、一つおすすめを紹介させてください。タイトルは地井散歩地井武雄トークショー西部本店っていうので、アップロード者は池袋 TV1 さんがアップしてるやつで、 URL を貼っておきますのでよかったら見てみてください。 C さんの温かい感じのトークショーが楽しめるのでぜひお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。